知って対策、その身が危険なほど近々やばい手相5選。手相は近々あなたにやってくる幸運をあらかじめ推測することもできる一方で、反対にあなたの身に降りかかるトラブルを未然に防ぐ、あるいは大難を小難にすることにも使えます。今回は強力な警告のサインを5つシェアします。必ず確認して対策を取り、心の準備をしてみてくださいね。1、頭脳線に遮られる運命線。手の中央部分を横断するように伸びる手相の基本線のうちの一つ、頭脳線。この線によって中指方向に伸びる縦線、すなわち運命線が遮られている手相の方は、ご自身の何らかの判断ミスが運命を暗転させるほどの致命的なことにつながりかねません。仕事で言えば転職や独立などの大きな決断には注意が必要です。以前より結果として大幅に収入が下がってしまったり、転職先の企業があえなく潰れてしまったり、よからぬトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。もっとも人生は長いものです。後にこうした苦しい経験を前向きに、あれがあったからこそと捉えられるようなタイミングが来たら、当時は暗淡たる気持ちにさせられた出来事もあなたの武勇伝やネタとして大きな強みとなってくれることでしょう。2、宝珠線。小指側、手首上の膨らみのあたりに細かな横線が図のように出てはいませんか。この線は宝珠線と呼ばれ、文字通り不摂生が続いている方に出るそうです。または性的な意味での乱れがある方にもこの線は出ることがあります。宝珠線は強い警告を意味します。このままの生活を続ければ運気を落とすだけでなく、健康面や人間関係面などあらゆる面でスムーズな人生を妨げるイベントに出くわすでしょう。この線は基本的な食事や睡眠、運動を大切にし、性生活の乱れも正せば次第に目立たなくなっていきます。3、爪の黒点。爪に出る黒点、あるいは黒線は、アンラッキーな気を受け取っているサインです。どの指の爪に出ているかで意味は異なりますが、総じて運気が下がっている時に現れます。親指の爪であれば、離婚や激しい夫婦喧嘩、失恋などの恋愛面においてのトラブル。人差し指の爪であれば、長年の夢が絶たれてしまうような出来事。中指の爪であれば、旅行先や引っ越し先での惨事、不動産投資での失敗などもありえます。薬指の爪であれば、地位や名声が一挙に落ちてしまうような出来事、あるいは経済面での土台の喪失、配偶者との関係悪化などが考えられます。小指の爪であれば、お子様に関係する不幸には注意しましょう。なお、爪の黒点を見つけたら手指の清潔を保つように心がけるほか、ペンやマニキュアで黒点を隠すことなども対策として手相の世界では有効とされます。4、生命線と運命線に出る障害線。手相にはたくさんの名前のついた線がありますが、中でも生命線と運命線は非常に重要な線です。どちらも人生の流れや運命の行く先など、あなたにとって非常に重要な部分を示す線です。これらの線を垂直に横切るような線は障害線などと呼ばれ、仕事面であればリストラや倒産、恋愛面であれば失恋や離婚、死別など、あなたの人生の根本を揺るがすような出来事が起こる可能性を示唆しているとされます。それらの出来事が起こるタイミングについては、障害線が入っている流年を確認してください。運命線の障害線であれば、運命線の流年の図を、生命線の障害線であれば、生命線の流年の図を。遮られたところに記載された数字が障害となるような出来事が起こるあなたの年齢です。ちなみにこの障害線は長く、そして線が濃く、深い方がより大きな障害に遭うことを意味します。運命線や生命線などよりも目立つ障害線が出ている場合は注意が必要ですが、あまり目立たないものであれば誰にでも多少はあるものですので、気にしすぎる必要はありません。5、
生命線と運命線に出る鍵状線。生命線や運命線など、あなたの人生全般の流れを示す重要な線の先端に注目しましょう。先端が鍵、フックのような形になっている場合、あなたの運気が停滞期を迎えているサインとなります。何らかの障害となるような出来事が近々身に降りかかってしまうことも考えられます。もっとも、あまり例がない手相で、お持ちの方はかなり少ないものではありますが、いかがでしたでしょうか。一時的には大変な目に遭う可能性もありますが、心の準備をしておければだいぶ違いますよね。またこうした手相は警告の意味も強く、それを認識して対策をすれば大難が小難、あるいは無難になり、何事もなく乗り越えることもできるかもしれません。もしあったという方は真摯に受け止め、ぜひ生活を改善してみてください。このチャンネルでは手相や人相、運気のことを中心に、時折健康雑学なども交え投稿しています。もしよかったら高評価ボタンやチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。